皆さん、こんにちは。AWS リインベントリキャップセッションへアクセスいただきありがとうございます。本セッションでは、Amazon OpenSearch サービスの最新アップデートについて解説していきます。パート1、パート2に引き続き、本セッションもソリューションアーキテクトの榎本が担当いたします。本セッションは、複数の動画に分けて提供しております。パート3では、パフォーマンス、スケーラビリティ、運用、セキュリティ関連のアップデートについて解説していきます。はじめに、パフォーマンス、スケーラビリティ関連のアップデートについてお話ししていきます。最初に、グラビトンツインスタンスサポートについてお話ししていきます。Amazon OpenSearch サービスは、2015年のローンチ以降、スケーラビリティの改善を重ねてきました。2019年1月の時点で、最大200ノード、3ペタバイトのストレージまでご利用いただけるようになっております。2019年以降も、新しいインスタンスタイプへの対応を着々と進めており、2021年には、AWS グラビトン2プロセッサを搭載したインスタンスタイプをサポートしました。グラビトン2搭載インスタンス。グラビトン2プロセッサを搭載したインスタンスは、第5世代のインスタンスと比較して優れたコストパフォーマンスを提供しています。現状、OpenSearch サービスをご利用いただく場合は、はじめにグラビトン2プロセッサ搭載のインスタンスタイプをご検討いただければと思います。続いて、コールドストレージについて説明いたします。Amazon OpenSearch サービスは、現状3つのストレージティアを提供しています。ホットノードは、インスタンスにアタッチされたストレージにインデックスを保管しています。頻繁にアクセスされるデータの格納に向いています。次に、ウルトラウォームは、S3 にインデックスデータの実態を格納し、ノード自体はキャッシュノードとして振る舞います。シャードのレプリカやシャードの格納にかかるストレージオーバーヘッドを削減することで、より高いコスト効率を提供します。ウルトラウォームに格納されたインデックスは、クライアントから透過的にアクセスが可能ですが、ホットノート上に格納されたデータと比較して、初回アクセス時のレイテンシーが増大いたしますので、アクセス頻度が少し下がったデータの格納に向きます。コールドストレージは、2021年にリリースされた機能です。ウルトラウォームからインデックスをデタッチすることで、ウルトラウォームのデータ使用効率をさらに引き上げます。デタッチされたインデックスは検索不可能になりますが、必要時に数秒で再アタッチすることが可能です。ウルトラウォームからコールドストレージへの移動は、ダッシュボード、API のほか、インデックスステートマネジメントと呼ばれる機能を利用することで、スケジュールベースで行うことも可能です。また、コールドストレージからウルトラワームへの再アタッチも、ダッシュボードや API を使って実施可能です。続いて、オートチューンについて解説していきます。オートチューンは、Amazon OpenSearch サービス独自の自動チューニング機能です。OpenSearch エンジンに搭載されているパフォーマンスアナライザーをベースに、推奨される設定を自動で適用していきます。JVM の設定では、ヒープサイズの変更、コンカレントマークスイープガベージコレクションからガベージファーストガベージコレクションの切り替え、ヤング領域のサイズ変更、サイズ比率の変更がサポートされています。キャッシュでは、フィールドデータキャッシュ、およびシャードリクエストキャッシュサイズの変更が、Q では、サーチ Q とライト Q の変更がサポートされています。なお、JVM にかかる設定は、エンジン起動中に変更することができないため、メンテナンスウィンドウ内で、ブルーグリーンデプロにより反映されます。その他の設定は、オンラインで即時反映されます。先ほどお話ししたように、JVM にかかる設定のオートチューンは、
メンテナンスウィンドウを設定して初めて有効化されます。メンテナンスウィンドウは、クーロンベースまたは曜日時間ベースの設定をサポートしています。タイムゾーンは UTC 固定のため、日本時間を想定して設定する際は、このタイムゾーンの際を考慮する必要があります。ここからは運用関連のアップデートをお伝えしていきます。まずは、インデックス管理機能のアップデートについて解説します。インデックスステートマネジメントは、インデックスの管理を自動化する機能です。ポリシーを定義し、インデックスに関連付けることで、作成から一定時間が経過したインデックスや、定めたサイズを超過したインデックスに対して、特定のアクションを実行することができます。インデックスステートマネジメントによる処理の一例を説明します。まず、オープンサーチサービスで送信されたデータは、ISM の管理下に置かれます。ISM のポリシーに従って、直近のデータは、ホットノードに保存されます。そこから7日間が経過した後、インデックスはウルトラウォームおよびコールドストレージに保存されます。さらに90日が経過すると、インデックスは削除されます。このようにウルトラウォームやコールドストレージの移動、インデックスの削除など、ライフサイクルに関わるアクションだけでなく、通知やスナップショットの取得といったインデックスの管理に関わるアクションも実行することができます。ISM のポリシーは JSON 形式で記述します。2021年のアップデートで、このポリシー内にインデックスのパターンを記述することが可能となりました。インデックスのパターンを記述すると、パターンにマッチする名前のインデックスが作成された際に、ポリシーを自動的に適用することが可能になります。続いて、データストリームスについて解説していきます。データストリームスを利用することで、エイリアスと同様に複数のインデックスを1つのインデックスとして見せることができます。クライアントはデータストリームに対して書き込み、検索を行うことが可能です。書き込みリクエストは、データストリーム内の最新のインデックスに、検索リクエストはデータストリーム内のすべてのインデックスにリダイレクトされます。また、書き込み先のインデックスは、ロールオーバー API を利用することで切り替えが可能です。ロールオーバー API を実行すると、新しい枝番のインデックスが作成され、書き込みリクエストはそちらにリダイレクトされるようになります。また、検索リクエストのリダイレクト対象として追加されます。この仕組みは、エイリアスとロールオーバーの API を組み合わせても実現できますが、データストリームをこちらの動きをよりシンプルかつ直感的に実装することが可能です。続いて、設定変更時のドライラン機能について解説します。ドライラン機能の解説に先立って、Amazon オープンサーチサービスの構成変更時の挙動について説明します。Amazon オープンサーチサービスでは、設定変更、構成変更はオンラインで行われます。変更がリクエストされた場合、新規のノードがクラスターに追加され、ロードバランサーによるルーティングの対象となります。さらに、現行ノードから新規のノードへシャードの移動が行われます。シャードの移動が完了すると、ロードバランサーから既存のノードに対するトラフィックが切り離され、最終的に既存のノードはクラスターから削除されます。このようにシャードの移動はノード間で直接実行されるため、移動中はノードのリソース使用率が増加します。したがって、できるだけオフピーク帯での構成変更をお勧めしております。なお、同一インスタンスタイプでデータノード、ウルトラワームのノード台数のみを変更する場合、ブルーグリーンデプロイは発生しません。この場合、必要なノードがクラスターに追加され、小規模なシャードのリバランスが行われます。
この構成変更ですが、以前はどの設定がブルーグリーンデプロイ、ノードの入れ替えを発生させるか、それを確認するためにはドキュメントを逐一見る必要がありました。2021年のアップデートでコンソールおよび API から今実行しようとしている内容がブルーグリーンデプロイを発生させるかどうか、これを確認することが可能になりました。コンソールでドライランを実行した場合、スライドの結果例のようにブルーグリーンデプロイの有無を一目で確認することが可能です。続いてシャードメトリクスについて解説します。Amazon OpenSearch サービスが提供するメトリクスは、クラスターメトリクス、ノードメトリクス、そして直近で追加されたシャードメトリクスの3つに分類されています。クラスターメトリクスはクラスター全体の状態を把握するために、ノードメトリクスは個々のノードのパフォーマンスの状態を把握するために、シャードメトリクスはノードごとのプライマードシャード数とレプリカシャード数を確認するために使われます。そんなシャードメトリクスですが、2021年にノードメトリクスにもシャード関連のメトリクスが追加されており、実際はそちらの方が便利にお使いいただけます。シャーズアクティブやシャーズアンアサインドといったメトリクスの方が目的に沿って使い分けしやすいので、基本的にはノードメトリクスが提供するシャード関連のメトリクスを確認することをお勧めいたします。なお、オープンサーチサービスは継続的にクラウドウォッチメトリクスの追加を行っております。各メトリクスの詳細につきましてはデベロッパーガイドをご覧ください。続いて、セキュリティ関連のアップデートをお伝えしていきます。まずは、暗号化機能に関するアップデートです。Amazon OpenSearch サービスでは、保管時のデータ暗号化をサポートしています。保管時のデータ暗号化では、ノードに格納されているインデックスなどのデータ、および自動バックアップが暗号化の対象となります。手動スナップショットやクラウドウォッチログズに出力されるログは、本機能の対象外ですが、それぞれ S3 とクラウドウォッチログズが提供する暗号化機能で代替可能です。これまで、同設定はドメイン作成時にのみ有効無効の指定が可能でしたが、2021年のアップデートで後から有効化することが可能になりました。ただし、すでに有効化されている状態から無効化にすることはできません。その他の暗号化機能としては、ノード間転送時のデータ暗号化、クライアントドメイン間通信の暗号化をサポートしています。ノード間転送時のデータ暗号化についても、2021年のアップデートで後から有効化できるようになりました。こちらも保管時のデータ暗号化と同様に、有効化された暗号化の設定を無効にすることはできません。続いて、ファイングレインドアクセスコントロールに関するアップデートをお伝えします。ファイングレインドアクセスコントロールは、きめ細かなアクセスコントロールを提供する機能です。本機能を利用することで、ID、パスワード認証、コグニート認証、サムル認証など、様々な認証手段を利用したダッシュボードログインが可能になります。また、ユーザーごとに細かな権限管理を行うことも可能です。このファイングレインドアクセスコントロールも、従来は後から有効化することができませんでしたが、2022年1月のアップデートで後から有効化できるようになりました。こちらもその他のセキュリティ設定と同様、有効化されている状態から無効化することはできません。なお、ファイングレインドアクセスコントロールを有効化することで、インデックス、ドキュメント、フィールドレベルでアクセス可能なデータに制限を持たせることが可能となります。また、本機能を有効化することで、監査ログを取得することも可能となりますので、セキュリティ要件と照らし合わせて、ご利用をぜひご検討ください。なお、後からファイングレインドアクセスコントロールを有効化する際、既存のアプリケーションや
既存のダッシュボードアクセスへの影響を最小化するために、猶予期間を設けることができます。この猶予期間中に、安全にセキュリティ設定の追加や検証を行うことができます。猶予期間中は、従来の IP ベースのアクセスポリシーで許可されたリクエストは、認証不要で許可されます。猶予期間内に認証なしでアクセスしたユーザーは、匿名ユーザーとして認識されます。この匿名ユーザーは、セキュリティを除くすべての機能、リソースへアクセスが可能です。猶予期間は、コンソール、API から確認可能です。また、猶予期間の終了を待たずに、コンソール、API から手動で終了させることも可能です。セキュリティの設定を行う場合は、匿名ユーザーではなく、管理者ユーザーに切り替える必要があります。匿名ユーザーアクセス時に、ログアウトを行うことで、ログイン画面にアクセスすることができますので、そこから管理者ユーザーの認証情報でダッシュボードにアクセスします。もちろん、ログインエンドポイントを直接アクセスし、そこからログインすることも可能です。なお、匿名ユーザーのバックエンドロールやユーザー名に対してセキュリティ機能へのアクセス権限を直接付与することも可能です。ただ、認証不要なユーザーに対してセキュリティ機能へのアクセス権限を付与することになりますので、基本的にはこちらの対応は取らず、管理者ユーザーで作業を行うことをお勧めします。続いて、タグベースのアクセスコントロールについて紹介します。オープンサーチサービスの管理 API を実行する際に、タグベースのアクセス制御がサポートされました。特定のドメインの操作のみを許可したい、特定のドメインのみの作成を許可したい、こういった制御が可能になりました。最後に、他のサービスに関連したアップデートを紹介いたします。2021年に Amazon Workspace Web が発表されました。本サービスを使用することで、VPC 内やオンプレミス環境内のリソースに対して、ブラウザから安全にアクセスすることが可能になりました。 AWS SSO などの IDP と連携した認証もサポートしています。従来、VPC 内に起動したオープンサーチドメインにアクセスする場合は、プロクシや VPN などを利用する必要がありました。これらのリソースは常時起動型であり、オープンサーチドメインに接続していない間も課金が発生します。ワークスペーシーズウェブを活用することで、安全かつ重量課金での VPC 内ドメインへのダッシュボードアクセスが可能になりました。現状はバージニア、オレゴン、アイルランドのみでの提供ですが、ダッシュボードアクセスの選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。パート3をもちまして、2021年のオープンサーチサービスリキャップを終了とさせていただきます。本セッションでお伝えしたことの一つでも皆様のお役に立ちましたら幸いでございます。ありがとうございました。